日本青森県八戸市、新井田新井田は、青森県八戸市にある大技の一つである。57の小技がある。地図、グーグルマップ。八戸市町から、東南東 3.5km のところに位置する地区で、ある。新井田川下流の右岸に沿って南北に 3.6km、東西に 2.5km の広さがあり、川から、東側は大地になっている。 1958年までの旧大館村の中心地であり、現在も八戸市大館市民サービスセンターが置かれている。隣接する地区は、であり、古くからの南北軸のつながりに加え、国道45号八戸バイパス開通により、東西の往来も活発になった。地内中央部には、朝日が丘団地が立地する。鉄道駅はなく、 東地区を東西に貫く国道45号と南北に縦貫する青森県道29号八戸環状線田迎より東地区を通過市名に至る青森県道251号妙立線が通り国道45号沿いにはロードサイド店舗が集中している地内北端の荒井田川沿いには八戸セメントの工場があり大正時代から創業している東地区は 川沿いの大地上に位置しており、幹線道路周辺は商業施設が、それ以外の地域は住宅地が広がっている。2017年4月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1958年までの大館村の行政区、AB 八戸市。八戸市人口データ。八戸市。2017年6月1日閲覧。 市外局番の一覧、総務省、2017年5月29日閲覧、ありがとうございます。